しいの世界、夢と恋と不安でできてる。でも想像もしないもの隠れてるはず。空に向かう木々のようにあなたをまっすぐ見つめてる。見つけたいな、叶えたいな、信じるそれだけで超えられないものはない。歌うように奇跡のように思いが丸です。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。誕生日にこの動画をアップできてすっごく嬉しいです。このプラチナをボイトレで歌い始めた頃は高音域が全然歌えなくって、でもこの曲だからこそ限界のない可能性があること、思いが未来だって変えられることを証明したくって、正直くじけそうになる日もありました。だけどいいねやリプライをたくさんもらって、そして大好きなシンガーさんのプラチナを聞いて歌い続ける勇気をもらいました。4ヶ月間頑張ってやっと高音も
歌えるようになったんです。だから今度は、僕が勇気と希望を届ける番です。このプラチナを通して、そしてこれからの活動を通じて、誰かに勇気のバトンを受け継いでいけたらなって。それが狭間にとってのさやかだけど大きな夢なんです。一つとっておきのお知らせがあります。来月8月19日で狭間は活動半年を迎えます。そこで狭間はオリジナルソングを出します。作詞作編曲は大好きな作曲家さんのバウさんが手掛けてくださいました。タイトルはセイリング。本当に素敵な曲を作っていただきました。心の底から大好きってそう言える最高の一曲です。感謝の気持ちと未来への決意を込めて、あざまる精一杯歌います。皆さんにフルバージョンを公開できる日をとっても楽しみにしています。以上、あざまるからのお知らせでした。それじゃあまたね。本当に見に来てくれてありがとう。じゃあね、バイバーイ。